はい始まりました給与明細チャンネルです。毎日投稿しているのでチャンネル登録・高評価お願いします。今回は東京都の薬剤師正社員3年目41歳の方の給与明細です、えー。仕事内容は医薬品安全管理責任者として入院患者服用の調剤、監査、院外処方箋に関する疑似紹介対応、医薬品安全情報の院内への周知などしてるみたいです。必要な資格やスキルは薬剤師の資格で。 え勤務時間が9時から17時までで1時間休憩があり実動が7時間、えー、残業はほぼないみたいです収入が年収580万,、えー、万で、えー、薬剤師をしたい方にのアドバイスとしては病院は給料安いです、えー、もう少人数で回している薬剤部を、えー、狙うのであれば、えー、自分が薬局長になれる可能性を考慮に入れた転職活動をすることをおすすめしますで給与明細です、えー 基本給が25万3400円、職務手当5万700円、役職手当3万、家族手当3000、解禁手当5000、えー、給食手当4000、特殊勤務手当8000、えー、その他で5万で通勤手当がついて、総支給が40万8300円、そこから控除引かれて手取りが30万5893円となっています、えー。今回は東京都の薬剤師の方の給与明細でした。まあえー かなり高いですね。基本給がもう25万超えてるのと、えー、いろんな手当がついて支給も40万超えてるのでかなりすごいなっていう印象です。えー、まあ東京なんで、えー、年収580万で裕福に暮らせるかは分かんないんですけどまあ、えー、23区外とかだったら、えー、結構いい方なんじゃないかなって思います。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。